2014年クリミア危機2014年クリミア住民投票投票表紙のサンプル2014年クリミア住民投票は2014年3月16日にウクライナのクリミア自治共和国並びにセバストポリ特別市で実施されたロシア連邦への編入の是非が問われた住民投票である投票の結果クリミア、セバストポリもにロシアへの編入に賛成する票が 全体投票数の9割以上を占め、同年3月18日、ロシア連邦は、両者の返入を宣言するに至った。クリミア自治共和国は1992年の、ウクライナ独立以来、同国の一部となっているが、これを改め、ロシア連邦に帰属するか否かを問う、住民投票である。2014年3月6日に、クリミア最高会議において実施日が決定された。有権者は、 クリミア自治共和国住民を呼び、セバストポリ特別市住民で約150万人。3月13日までに投票用紙の印刷をほぼ終え、当日は1200カ所以上の投票所が設置される。ロシアや CIS 諸国のオブザーバーらが投票の行方を見守るが、口述の通り、欧州安全保障協力機構は監視団派遣を拒否している。ウクライナでは選挙法により、 準備期間として60日を要しなければならないが、今回はわずか10日間しかなかった。また定められている期日前投票も行われなかった。ウクライナは住民投票に反対する立場から選挙人名簿をクリミア戦艦に提供を拒否。クリミア戦艦は前回名簿に基づいたが、入場券の発送が大幅に遅延し、最終的には 指名欄が空白のものまで発送されており、住民の移動を含めた全有権者のデータについて、正確に把握しているかは疑問視されている。ウクライナ憲法第73条によれば、領土変更は国民投票によってのみ議決することができ、ウクライナ暫定政権や国際連合、日米欧の G7 はこれを根拠に投票権がクリミア住民に限られる。 住民投票の正当性に疑問を投げかけ、G7 は結果を受け入れないと表明する一方、ロシアは投票結果を尊重するとの見解を示している。この住民投票実施をめぐり、西側諸国とロシアの決定的な対立が明らかとなり、両陣営の関係は冷戦終結以降、最大の危機に直面することとなった。住民投票では次の2点のうちいずれかを選択する。 クリミア自治共和国をロシア連邦へ編入させることを支持する。ウクライナへの帰属を決定した1992年制定の憲法の効力復活を支持する。2番目の選択肢に賛成すればクリミアのウクライナ帰属に賛成することになるが、このため住民投票に批判的な立場からは、結局はロシア編入かウクライナ内の小さい交渉のどちらかしか道がなく、 独立という現状維持という選択肢はないとも指摘される。一方で、親ロシアのビクトル・ヤヌコービチ政権の大臣は国民の意思であり、欧米諸国がこれを認めるならば、クリミア住民の意思も尊重されなければならないという指摘もある。3月16日に住民投票は予定通り行われ、事前の大方の予想通りロシア編入への賛成票が多数を占めた。 翌17日、クリミア最高会議は、この結果を承認し、ウクライナからの独立とロシアへの返入を決議。同日、ロシアのウラジミール・プーチン大統領はクリミアを国家承認し、翌18日には、ロシア、クリミア、セバストポリの三社でクリミアとセバストポリがロシアに編入される条約に調印した。欧米諸国が投票結果を認めない中、ベラルーシのように、 ロシア以外に投票結果を認めた国家も存在する。3月27日には、ウクライナやアメリカが国際連合総会に提出した住民投票の正当性を否定し各国に対して、ロシアによる編入を認めないよう求める決議案が採決され、賛成100、反対11、棄権58で採択されている。クリミアは歴史的に支配者が幾度となく、変わり、 1783年にロシアの支配下に入った。ソビエト連邦時代、ヨシフ・スターリンにより、クリミアに住んでいた、クリミア・タタール人は、シベリアや中央アジアへと強制的に移住させられた。スターリン死後の1954年、ニキータ・フルシチョフによりクリミアは、ロシア・ソビエト連邦社会主義共和国から、ウクライナ・ソビエト社会主義共和国へと移管される。1991年に、 ソビエト連邦は崩壊し、追放されていたタタール人もクリミアへと戻り、1992年にはクリミア自治共和国としてウクライナの一部となった。クリミア半島南部セバストポリにはロシア国会艦隊基地があり、ロシアにとって戦略上重要な拠点となってきた。ところがソビエト連邦の崩壊後にウクライナがその一部の所有権を主張したため、 ロシアとウクライナの間に対立が発生し、以来、クリミアでは分離独立を求める声が起こった。クリミアで多数を占めるロシア系住民はロシアへの帰属意識が強く、2014年のウクライナにおける政変で、親ロシアのヤヌコービチ政権が崩壊しや欧米派の暫定政権が発足したことについても反発。ロシア帰属を問う住民投票の実施を求めるデモも発生し、 2014年2月26日、クリミア最高会議はロシアへの帰属を問う、住民投票の是非について審議。住民投票を求めるデモ隊が、これに反対するウクライナ寄りのデモ隊と睨み合う場面もあった。双方とも数千人規模が参加したとされ、親ロシア派が数百人、親ウクライナ派や、親 EU 派は約4千人だったという報道もあれば、 最終的に7000人がデモに参加したという報道もある。2014年2月27日、最高会議庁舎が親ロシアの武装集団によって選挙され、最高会議はウクライナの暫定政権を支持していたアナトリー・モギリョフ政権を解任し、親ロシアのセルゲイ・アクショーノフ政権を発足させ、同年5月25日に自治共和国の自治権拡大の是非を問う。 住民投票を実施することを決定した。これは、ウクライナ議会が決定した次期大統領選挙が行われる日でもあった。その後、住民投票は3月30日へと変更された。3月6日、クリミア最高会議は緊急会合を開き、ロシアへの帰属を求める決議を全会一致で採択し、住民投票を3月16日に繰り上げ、ロシアへの返入を問うと発表した。 これに、セバストポリ特別市評議会も同調し、住民投票への参加が決まった。同日、金融市場で、ロシアの株価とルーブルは共に下落し、国債利回りは上昇するというトリプル安が発生した。これに対し、クリミア自治共和国の住民のうち、人口の10%強を占める少数民族、クリミアタタール人の民族自治組織、クリミアタタール民族会には、 ウクライナ貴族を訴えて住民投票へのボイコットを呼びかけた。ウクライナ政府はクリミアへの国際監視団の派遣を要望したが、欧州安全保障協力機構監視団のクリミア入りは何度も武装集団に阻止されている。3月10日にはクリミア最高会議が OSCE に監視団派遣を要請したが、同日にクリミアはウクライナの一部で国家ではないとの理由から派遣は、 不可能と回答。翌11日には OSCE 議長でスイスのディディエ・ビュルカルテ連邦大統領が住民投票はウクライナ憲法に違反するとして監視団を派遣しないことを表明した。住民投票の公式サイトがウクライナのドメインで開設されたが後にロシアのドメインに変更された。3月11日にはアメリカとウクライナからドス攻撃を受けるなどして 公式サイトは複数回にわたり閉鎖されている。3月11日にはクリミア最高会議がセバストポリ特別市とともにウクライナからの独立を宣言。16日の住民投票を出てロシアへの編入が賛成多数を得た場合、クリミア自治共和国とセバストポリ特別市が即時にウクライナより一旦独立し国際条約に照らしロシアに対して 編入を提案するという内容の決議を出席議員81人中78人の賛成で採択した。この決議には国際法上、当該国同士の合意なしに領土の帰属変更を行うことは認められない懸念があるため、独立宣言はクリミアの分離を規制事実化し、独立国家としてロシアに編入されるための体裁を整える目的があるとされた。 ウクライナ暫定政権は反発し、3月12日までにクリミアが住民投票を中止する決定を行う。また、同日クリミア最高会議は、住民投票でロシア編入が承認され、独立した場合には、クリミアタタール語の公用語化や、留保議席の割り当てなど、クリミアタタール人の権利を向上するとした決議も採択し、民族自治組織、メジュリスの幹部が、 ボイコット姿勢を崩さない、クリミアタタール人の切り崩しを図った。ロシアのウラジーミル・プーチン大統領も、メジュリス前議長で事実上の指導者である、ムスタファ・ジェミーレフをモスクワに招いて、電話会談し、ロシアに編入された場合に少数民族の生活水準が向上すると発言した。3月12日には、ロシアのレオニド・スルツキー会員議員が、住民投票時に、 ウクライナが軍事行動をとった場合に備え、ロシア軍がクリミア半島に部隊を派遣したことを示唆した。3月13日、アメリカのジョン・ケリー国務長官は、住民投票が予定通り行われた場合、翌17日にアメリカと欧州が共同で、ロシアに対し非常に重大な一連の措置を講じることになると警告。同日、アメリカは国際連合安全保障理事会に、 住民投票は違法なものであり、結果を受け入れないよう各国に要請する内容の決議案を提出したが、15日の採決ではロシアが反対し拒否権を行使したため決議案は採択されなかった。そこで3月27日に安保理決議と違い法的拘束力はないが、安保理常任理事国の拒否権の影響を受けない、総会決議が審議され、決議68。 262が採択された。投票は即日開票され、クリミア自治共和国では、ロシア編入への賛成が96.77%、反対が2.51%で、無効票は0.72%となった。投票率は83.1%であった。また、セバストポリ特別市では、ロシアへの編入賛成が、全体の95.60%に上った。 事前の観測では、クリミア・タタール人など、現状維持を主張する親ウクライナ派の人々が多数、ボイコットするとも見られていたが、80%を超える高い投票率となった。クリミア自治共和国の悪性のョ首相は、タタール人の約40%が住民投票に参加し、その半数がロシア編入に賛成したとし、ロシア人以外の民族からも一定の支持を得たと見ている。 ロシア人からは高い投票率と賛成率を理由にウクライナ人やクリミアタタール人の大多数がロシア人。一方で住民投票をボイコットしたクリミアタタール民族会議からは投票率は不正に底上げされたものだとする意見が上がっている。またアメリカ合衆国連邦政府は住民投票にはセバストポリで人口以上の賛成票が投じられたり多くの都市で 投票用紙に事前に印が付けられるなどの不正があり、クリミアタタール人の99%が投票を拒否したとして投票結果を疑問視している。国内ウクライナ暫定政権はクリミアのみで領土に関する住民投票を行うことは憲法違反にあたり無効であると反発。オレクサンドル・トルチノフ大統領代行は有権者の大半が棄権するだろうとし、これは ロシアの軍事力を背景とした茶番、欺瞞、犯罪であり、ロシアは投票結果を捏造するだろうとした。アルゼニー・ヤチェニュク首相は憲法違反と主張、閣僚からも同様の声が上がった。国外国内、トゥルチノフ大統領代行は、住民投票は茶番であるとし、決して承認しないと表明。国外、ありがとうございます。